皆さんこんにちは。私は大阪シオン教会の足立孝雄と申します。今日は5月の9日日曜日、出エジプト記15章の1節から12節、賛美を受けるにふさわしい大いなる神、このテーマでご一緒に御言葉を味わってまいりましょう。出エジプト記15章1節から12節。その時モーセとイスラエルの子らは主に向かってこの歌を歌った。彼らはこう言った。主に向かって私は歌おう。主はご意向を極みまで表され、馬と乗り手を海の中に投げ込まれた。主は私の力、また褒め歌。主は私の救いとなられた。この方こそ私の神。私はこの方を褒めたたえる。私の父の神、この方を私はあがめる。主は戦人、その皆は主。主はファラオの戦車とその軍勢を海の中に投げ込まれた。襟抜きの補佐官たちは葦の海に沈んだ。深淵が彼らを覆い、彼らは石のように深みに下った。主よ、あなたの右の手は力に輝き、主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。あなたは大いなるご意向によって向かい立つ者たちを打ち破られる。あなたが燃える怒りを発せられると、それが彼らを刈り株のように焼き尽くす。あなたの花の息で水は積み上げられ、流れは堰のようにまっすぐに立ち、大水は海の真ん中で固まった。敵は言った。追いかけ追いつき、略奪したものを分けよう。我が欲望を彼らによって満たそう。剣を抜いてこの手で彼らを滅ぼそう。あなたが風を吹かせられると海は彼らを覆い、彼らは鉛のように大いなる水の中に沈んだ。主よ、神々のうちに誰かあなたのような方がいるでしょうか。誰かあなたのように聖であって輝き、称えられつつ恐れられ、くすしい技を行う方がいるでしょうか。あなたが右の手を伸ばされると、地は彼らを飲み込んだ。さて今日はモーセとイスラエルの人々の歌についてですね、語られている箇所です。葦の海を渡りましたね。エジプト軍が滅んで、彼らは葦の海を渡って、そして振り返ると後ろにはエジプト人たちがですね、溺れ死んでるんですね。その姿を見ました。その時イスラエルの民はどう思ったでしょうか。偉大な神様の力を彼らは目の当たりにしたわけですよ。こんな大いなる力によって自分たちは守られ、導かれた、私たちは救われたんだということを悟り、彼らは神の力に恐れ、また神を一層信じようとしたわけです。そして彼らはここでこの語られている歌はですね、ものすごい感動なんですよね。大きく大いに感動してこの歌を歌ったに違いありません。最初の一節からですね、四節までのところですけども、3節までのところですけれども、神様がどのようなお方であるかということが書かれています。2節と3節を読みしたいと思いますが、主は私の力、また褒め歌。主は私の救いとなられた。この方こそ私の神。私はこの方を褒めたたえる。私の父の神、この方を私はあがめる。主は戦人、その皆は主と書いています。さあここで注目すべきことはですね、私の力、私の救い、私の神、私はこの方を褒めたたえる、
私の父の神、私の私の私のと書いてある。イスラエルの民はこのね、海が二つに割れて、ね、この奇跡を体験する前ですね、後ろからエジプト軍が追いかけてきた時、彼らは文句ばっかり言ってたわけですよね。こんなことだったらエジプトにいた方が良かったと、こんなことを言っていました。彼らは神を信じているとは言うもののね、十分に信じられる人ではなかったわけです。アブラハム、イサク、ヤコブの神、いわゆる神様というお方が先祖の神様ですね、そのような感覚で信じていたに過ぎなかったかもしれません。日本でもそうですね、家が仏教ですですね、でも仏教の神様を十分知ってるわけではないんだけども、うちは仏教だからみたいなね、お家の、自分の家の神、信仰が、まあ、仏教ですっていうだけの、そういう方々がたくさんいらっしゃると思うんですけども、まさしく彼らもそんな感じだった。しかしここで、出エジプトして、そして海が2つに分かれて、その乾いたところを歩き、後ろを振り返ってみるとエジプト軍がもうたくさん死んでいる、その姿を見て神様のあまりにも偉大な力を彼らは体験したわけです。この時初めて彼らは神様が偉大であることを理解し、そして神を体験しました。今までのような信仰ではなく、自ら神様を体験することができ、そしてまさしく生きて働かれる神様であることを彼らは思い知ったのではないかと思うんですよ。このことが彼らにとって大きな喜びになりました。だから彼らは賛美するわけですよ。私の神が、私の力、私の褒め歌、私の救い、私の、神であり、私の父の神だと、彼らは、きっと大きな声でね、喜んで賛美したに違いありません。私たちもこのようなね、思いを持って、実は神様を信仰したいと思います。いつの間にやら神様というお方がどういうお方であるか、もうなんとなくぼやけてしまってね、神は良いことをしてくださる、神様は私を祝福してくださる、私に恵みを与えてくださる、まあ、確かにそれは間違いではないんですけれども、なんとなくぼんやりした神様をなんとなく信じてしまっているようなことはないでしょうか。イスラエルのためもまさにそのような状況でした。しかし彼らはこの奇跡を通して私の神だと信じることができたんですよ。私の救いだと受け止めることができるようになったんですよ。愛する兄弟姉妹、私たちもそうなりたいですね。私の神が私に救いを与えてくださり、私のために命を捨ててくださり、私のために3日目によみがえってくださって、私を新しく生まれ変わらせてくださった。ですから皆さんで告白したい。私の主はイエス・キリストですと。私の主が私を導き、私に大きな恵みを与えてくださる。一人一人の信仰生活の中に、一人一人の信仰の中に神様が触れてくださり、濃厚に臨在してくださり、私を満たしてくださると信じて信仰生活を送りたいわけです。そして4節から10節までは神様が何をしてくださったかについて語られています。偉大な神様がエジプト軍を滅ぼしてくださいました、そして葦の海で彼らは海の藻屑となって死んでいったわけです。6節、主よ、あなたの右の手は力に輝きと書いてます。神の右の手を持って、そして8節、あなたの鼻の息で水は積み上げられ、流れは堰のようにまっすぐに立ち、大水は海の真ん中で止まった、鼻息によってですね、海が2つに割れて止まって、その間を進んだんだ、まあ、これは当然、神様の鼻息によってというよりも神の力ですね、偉大な力、まあ、擬人法が使われているわけでありますが、神様の本当に偉大な力によって私たちは導かれたんだと、彼らは本当に心から喜んでいるわけです。そして11節、この11節が彼らの本当の心の思いではないかと思います。主よ、神々のうちに誰かあなたのような方がいるでしょうか。誰かあなたのように聖であって輝き、称えられつつ恐れられ、屈しき技を行う方がいるでしょうか。こんな素晴らしい神様、他にいるでしょうか。こんな大いなるお方いるでしょうか。こんな清い神様いらっしゃるでしょうか。こんなに褒め称えられるにふさわしいお方がいるでしょうか。こんな偉大な屈しき御業を私たちに与えてくださるお方はいるでしょうかと、彼らは主を褒めたたえているわけです。愛する皆さん、私たちも主を褒めたたえなくてはなりませんよ。
私たちは祈りの中で神様感謝します、主よ、ね、主よ私を祝福してくださいとか言いながらですね、私たちの願い、私たちの思いばかりを神様にお伝えしていないでしょうか。皆さん祈りの中で主を心から褒めたたえていますか。天地宇宙万物をお作りになり、今も私を導き、今も私を祝福してくださる神様、私のために命を捨て、私のために全てを捨てて、死んでくださったイエス様、3日目によみがえり私たちに新しい命を与えてくださる主よ、あなたに感謝を捧げます。私たちはこの歌を歌うね、あの賛美だけではなくて祈りの中で主を賛美し、祈りの中で神様を褒めたたえ、神様がいかに偉大なお方であるかということをね、日々の生活の中でしっかりと告白しながら信仰生活を送るものでなくてはなりません。主よ、どうぞあなたの偉大な恵みによって私たちは救われ、私たちは導かれ、今日も祝福されている、このことを心から感謝します。主よ、どうぞあなたの前にこの小さなものが祝福されて導かれていることを、どうぞ主よ、私たちは心から感謝しますので、この賛美をお受け取りください。すべての兄弟姉妹がこのように祈ることができるように心から願います。皆さん、あなたは主を賛美していますか。主に褒め歌を捧げておられるでしょうか。今日のメッセージのテーマは、賛美を受けるにふさわしい大いなる神とあります。まさしくそうです。神様こそが賛美を受けるにふさわしいお方です。私たちが主を賛美すること、このことを主が喜んでくださっている、このことをしっかりと覚えましょう。そして本当にいつもいつも神様を賛美し褒めたたえながら信仰生活歩ませていただこうではありませんか。お祈りします。愛する主よ、あなたは偉大なお方であり、天地宇宙万物を作りになり、私たちをも作ってくださり、今も私たちを導き、生きて働いて我らを祝福してくださるお方であることを心から感謝いたします。私たちは感謝しても感謝してもし尽くすことができない恵みの中に今生かされています。どうか私たちがいつもあなたを見上げて、あなたを賛美し続けることができるようにお導きください。素晴らしき主に感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。